地獄物語、今回の相手は大正義巨人軍3連戦の戦い。 A クラス浮上を目指してるうちからしたら当然このチーム相手にも勝っていかないとダメだが、ここまでは多く負けてる。前回対決は勝ち越したけど、だからといって今回また勝ち越せるかって言ったらめちゃくちゃに厳しいですが、ただ前回以上に勝ちやすい状況が実は出来上がっていて、というのもイチローが今怪我していてこのカード出れないんすよ。ぶっちぎりの首位打者の選手です。この選手がいるかいないかによって多少違いはあるでしょう。あくまでも多少ね。相変わらず9回のイニング注目するやり方でやろうとは思うんですけど、これ相手本拠地の戦いなので9回の裏がないケースっていうのがあるのよね。その場合は8回の裏どんな点差であれとやっていこうと思います。この戦いは駆け引きが重要になると思うよ。というのもこれだけノリノリの選手がおるから、この選手たちをどこで使うのか、どこで出すのか、出しどころによっちゃ勝つこともあるし、出しどころによっちゃ負けることもあるかもしれない。今日投げるのは久々に1軍登板する小笠原。前半戦起用して一度も勝てずこの数字。こんな年はこのタイミングで使う意味あるのかって言われたら正直ないような気がするが、まあ一応状態もいいしここで上げたのでお前を起用し、まあでも今日はもうリリーバーで逃げ切る一日だから、イチローがいないことによって小園が一番を務めてる。これだけですんげえ弱く見えるね。でも実際は相変わらず強く厄介な打線であることは違いはない。だから勝ちづらい。勝ち越ししたいけど、まあでもできなくとも一勝だけでも上げていかないとね。さすがにこの流れで3連敗食らって同時進行で今 A クラスのチームが勝つのであればかなり厳しくなるからさ、一勝上げられたらいいなって思ってるよ。どうなんだろうね、わかんないね。とりあえずじっと今は見守るターンですね。まだ早々ピッチャー変えるところではないですから。小笠原もこの打線相手にここまでゼロで来れている。得点は早めに取ることね。過去勝ってるパターンで全部それですから、早めにこっちが得点を取ってそのリードを守って勝つってことが多かったので、先にやってしまったら苦しいが、小笠原が頑張ってるんだけど打者が頑張れてない。どこから得点ないっすね。5回の裏小笠原抑えてくれた。ナイスピッチング。ここまで一度も勝ててないのが嘘かのようでここで得点を取った。あとはノリノリの選手で逃げ切るだけじゃないですか。早いですけどロドリゲス出しましょう。これで2イニング消化してあとの2イニングをライマルで締める、そのやり方でいいと思いますよ。さあ行ってこい、頼むぞロドリゲス。やらなかったね、素晴らしい。でさらに追加点あるある、ないのかい。あってほしかったんだけどな。ロドリゲス抑えてくれたね。でここからライマルを出す予定なのでそこを出して、あ、岡田が出てきた。もう勝手に出すな、ライマルでええやんけ。山田から始まるとこ怖いぞ。これ一発浴びたらすぐ同点なんだけど、それはなかったね。でもピッチャー変えます。岡田である必要がないからライマルにすぐスイッチして、で抑えて、どうぞ。抑えましたね。さあ1点差で9回の裏を迎えることになるかどうか。まずは表1番の大島から始まるところなのでそこ次第ですね。そこもじっと見守りましょう。どうなるかはね。頼む大島、得点に絡んでくれへんか。あ、ないで、うわー1点差で。まあでも下位打線から始まるところかこれ。あ、下位打線言うても吉田正尚やけど、まあ試合の途中で出場したんだ。なんかこのとこ今スタメンで疲れてないのよね。前のカードも途中で出場するって感じだったんすよ。変な起用法してるでしょ。最初からこの男がいた方が怖いですよ。数字だって残してる。スランプってわけでもない。でも起用しない。おそらくもう優勝が決まったからナメプをしてる、そういう解釈でいいんじゃないですかね。そのナメプしてるこいつら負けないように長打警戒シフトで抑えに行こう。うわ、嘘でしょ、はい、あ、取れないわな、ジャンプしてたら取れる高さだったかもしれないですけども、なんかジャンプできなかったね。壁に張り付いて、お前何がしたかったんや。いきなり長打で、まあ、救われたとも言えるよな。てっきりスタンドインですぐ同点かと思ったが、まあ、でもこっからが大変ですけどね。1番に戻って、あと抑えんとあかんからさ、厳しいね。ノリノリのライマルで抑えるんだ。松原はダイソーで送ってきた。ここでバント等はないか、いや、あるかもしれないので、まあ、そこ警戒しつつやね。でも構えはないぞ。まあ、あくまでも警戒のスタンスは崩さずに一つのアウトを奪えるのであればいいけどな。進塁打という形なく、いやーもうちょっと待ってよ、フレアお前。よし三振、レッツゴー。で次村上なんすけど、一塁埋めてっていう手はあるようなないような。この後続くのはサンタナ松井。サンタナ併殺持ちないよね。まあ、数々打たれた記憶もありますよ。巨人のサンタナにも、前回戦ったヤクルトのサンタナにもな。まあただ併殺持ちということを考えたらここはね、やっぱサンタナとの勝負を選択すべき。だからそうしていきましょう。間違いなくターニングポイントになるでしょう。ここは打たれないように、まあ三振を奪うという手もなくはないが、んー、まあでも理想はゲッツーかな。もう松井に回したくないんで三振あまり欲しくないな。ここ
あ、三振取っちゃった。あ、データ欲しかったんだけどな。松井秀喜は秀喜で怖いから、これも歩かして岡本。いや、同じ不調だったら絶対岡本の方がマシですから。能力の違いがありすぎる方や、これを物語を通じて上がって強くなってる松井秀喜。この物語でもさらに成長してますから、それは年齢がだって22歳ですよ。高卒4年目の。そういう年齢でこの物語収録されてるんで、大して岡本これよ。どっちの方が抑えやすいか明白で明確で誰だってわかることでしょう。いつだって簡単な方を選択する義務がこの世界にはあると思うので、申告権、立浪が出てきて、この選択が間違いか正解か、もうそれは結果でしかわかりませんから、結果でわからすしかないですね。行きましょう。岡本和真を迎えて、守備は定位置。変なことはしなくてもいい。このままのシフトで、初球カーブ。うん、ファール。だね、大丈夫。いいとこ投げてるんだから、そんな簡単にスタンド運べへんよ。引っ張ってなんて余計にな。次インコース、次スプリットで2ストライク目を必ず取りたい。うわー、これ取れなかったら、これ取れなかったら、これはこれで大変なんだけどなー。直球行ってみよう。わー、どうするどうする。まあ、直球行くよね、これもインコース。うん、入れに行かないとね。うん、反応なかった。で、フォアボールも許されないけども、変に甘く入れば打たれるところ、どうするどうする。もう変化球しかないと思います。スプリットかナックルカーブ、どちらかを選択し、俺はナックルカーブの方がいいと思ってるんで、ナックルカーブ、アウトコースに決める。三振、ゲームセット。終わった。よかった。死んでなかった。また勝利をこのチーム相手に挙げることができたのは正しい起用をし、正しいやり方で勝てたかな。まずは小笠原に感謝やな。今季一度も勝ててなかった男がこのチーム相手にようやく勝てた。それでも1勝7敗ではあるんだけど、いや、ここまでの7敗よりもこの1勝の方が随分と価値があるからさ、お前は攻める者もいないし、むしろ年俸は上がるよ。このタイミングでこの勝利を挙げたんだから、上げていかないとね、オフシーズン楽しみにしとけ、お前。この勝利によってまた A クラスに近づいたかと言われたら、同時進行で DeNA が負けているので近づけましたね。続いて勝つことができたらさらにゲーム差を縮めていけるんだよな。今 A クラス同士が戦っとるからなおさらないよね。阪神が負けても横浜が負けてもこっちが勝てばプラスしかないですから、やっぱりイチローがいない影響ってめちゃくちゃ大きいね。イチローがいたらこの作戦もなかったわけですから。続けてイチローはいないですし、1番吉川直樹に変わりました。小園じゃなくなってる。でダルビッシュはここまで防御率0点台、相変わらずな。この男を打つのは難しいけども、ただこの男が投げたゲームで勝ったこともあります。前回カードはそうだったので、どちらにせよ厳しいゲーム展開になることは間違いないが、早くも勝ってカードの勝ち越し、2カード連続このチーム相手に勝ち越したら優勝以上の価値があると俺は思うんですけどもね。それもダルビッシュが投げるゲームでまた勝つってなったらなおさらね。そうしていきたいんだけど、あるかあるか。1点取ったよ、0点台の男からね。いや、これ前回も取ってるんですよね、得点は。あ、で、あはは、負けゲーム、せっかく1点と。あ、え、これで防御率0点台じゃなくなったんじゃないですかね。ダルビッシュの防御率は1点台乗りましたよ。ここまでずっと0点台で来てた男の防御率を破壊したのがうちの打線だって。流れがいいから、空気がいいから負けゲームだと思ってたんですけど、点差1点差積み寄ったんだ。全然わかんないんじゃない。あー、それはなかったっすね。ちょっと無理っすね。これ完全にスイッチ入ってる状態なので、これから先得点を取ったとしても取られ続ける世界がここにはあるから、もうこのゲームに関してはもったいないな。でもダルビッシュから3点も取ったのは、もうダメだ、村上が打ちまくってる。このゲーム展開に関しては8回の裏をこの後操作することになりますね。結局3点以降得点は取れず、これから8回の裏操作していきましょう。大野雄大、中継ぎで初めて起用する投手ですね。先発でここまでめちゃくちゃ不甲斐ない数字を残し、全く役に立たなかった。だからリリーバーとして起用していくが、それがどうなるか、初めての起用なんでね。本来持つその赤徳が発動されない、例えばスロースターターだったりね、ほんと序盤にピンチ作ってそこからの失点っていうのが多かった典型的な投手なんですけども、それが発動されない以上は、まあ、能力が高いですし抑えてくれるはずなんですけど、ここでも抑えられなかったお前ほんと出てけ。この中日いらねえわ、勢いがある中日な。弱かった中日にはお前みたいなやつが必要だったのかもしれないですけど、強い中日にはお前いらないから。まあでもその後ゲッツーで抑えれたので、まあ使いやすさは当然ありますよ。これも先発時代から同じでも、その使いやすさに対してやたら外野に球飛ぶし、スタンドを運ばれるし、だから印象最悪だったんですけどね。またここでもね、スランプの選手に打たれる。甘いといえば甘いけど、お前の球に力がないから打たれてる。いや、力はあるだろ、能力はあるんだからね。小林にまで打たれたら本当に出てけってなるけどね、マジですぐ追い出すよ。それはなかったですけど、出て行ってくれても構わへんという気持ち嘘じゃな。意味もなく8回の裏を抑えましたけど、繰り返します、意味ありませんから。9回の表にひっくり返すドラマは今日は
ないよな、さすがにな。前の試合にはあったんだけどな。今日はない。いや、なくていい。このゲームに関しては負けゲームだ。ダルビッシュから3点は取ったんだけどね。そのダルビッシュは本日のヒーローに選ばれてます。ただここまで防御率0点台だった男ですから、今季3失点以上したのがこれが初めてじゃないですかね。それがうちだった、まあ、最終的に6回まで抑えられたので防御率は 1.01 とまた0点台に近づいたんですけど、一時的とはエド1点台にしたのは俺たち中日ドラゴンズ。序盤からチャンス作りまくってるし、そのチャンスから得点も取れてるって感じでいいっすね。大島なんだ今日全打席出塁してますから素晴らしいじゃないか。まあ負けましたけどもね、まあ、それは仕方がない。結果2試合目でカードの勝ち越しを決めることはできず。何か怪我人現れたね。強打が全10分以下の捻挫。うわー、このタイミングでこの怪我痛えわ。ある意味中日の生命線でこいつがいなくなったら急にガタつき始めるかもしれない。6日間も使えないのはかなり痛いぞこれ。強打の借りを務めてもらうのはどの上ですね。本来お前がまだ遊撃手を守っておかないとダメだったと思います。かつてあれだけ期待されていた選手なんだから、年齢的にもまだ本来ピークだったはずなんですけど、まあ今こんな感じで迎えて、そして強打の代わりにこれからお前を起用することもあるが、それがなんかいい意味でハマればいいんですけどね。1勝1敗で迎えたカードの3試合目。このチーム相手にもう1勝あげられた。それだけで贅沢な話ではあるんだけど、俺はさらに勝ち越しまで求め始めてきているが、ただ強打の怪我がねこの3試合目ものすごい影響しそうなんよ。嫌な予感しかしてないんですが、3試合目、勝つの先発予定だが状態が悪いのでここは松葉に切り替えて、あとはこのねノリノリの選手の出しどころを間違えないように、もう早めに出していいと思います。前の試合のような展開になってしまえばそのまま負けますから。ほんで今日投げるのが相手藤浪晋太郎。ダルビッシュから3点取った打線ですよ。藤浪は1点0で抑えられる、またね1点2点で抑えられるってことは考えづらいので、確実に3点以上は今日入る。だからこそ勝ちパターンの出しどころ、それを間違えないように。さあ行こうぜ。カードの勝ち越しがかかった試合、初回の得点はなく、あ、なかったですね。その後もよかった。今満塁のピンチだったけどな。いきなり作るピンチが大きすぎるぞ。でここはあ、ないんかい。得点マジで不思議。に2点取られたし、序盤からこうなると苦しいんですけど、取れないね。なんでお前ダルビッシュから3点取れて今日取れへんの。藤浪からおかしないかそれお前よ。全然取れる気配ってやつがないね。はい、ここでピンチを作った。遅すぎるような気がするけど、ピッチャー変えてノリノリの岡田を出しますが、遅かったね。もう遅かったね。3点与えちゃったね。この時点で苦しいんやけど。うんで、この後の得点も全くないね。やっぱ強打がいなくなったから。あれ、こんな置物説あるからね。あれいなくなるとさ、これまでなんか中日にあった過去が全部消えるんで、このように得点が全く取れなくなることも納得できる。ようやく1点取るも時すでに遅しすぎるでしょ。今日もまた8回の裏をこのまま注目してプレイすることになりますね。だって9回の裏がないんだから、ピッチャーは福谷ではあるんだけど、まあ、出てきたばかりですから変えることはできないね。このまま福谷で。ライマル出してもいいですけどね。別に登板機会っていうのは別に何回作っても困るものじゃない。ノリノリだと疲労回復力も上がりますし、使うことによって覚醒にもつながるので、もうここピッチャー変えましょう。福谷でもいけそうなとこですけど、ライマルでもここで出すってことはこの後の展開も負けるって決めつけてるようなもんやからな。本当に勝とうとしてる男ここで出さないから、あくまでもライマルにとって個人にとっていいことだと思ったのでここで出したってだけの話。表でさよなら。いやーもうさすがにね、あのような奇跡はないと思うので、なくてもいいと思ってるしね。あまり激すぎた展開を作り出すとこの後が怖いですから。今日に関してはもう完全負けゲームでここまで来てしまったので、もう序盤から得点取れなさすぎて、強打がいなくなったからなのかな、あの幸運着物がいなくなったからこうなったのかな、わかんないけども、得点が取れてないというのは事実であり、6番から始まるとこですが何も期待はできませんね。得点は取れずにゲームセット。結果早くも負け越し決定ですね。1試合目勝って、あとの2試合あっさりと負ける。このチームは相手にしてると仕方がないよね。相手藤浪に抑えられて今季9勝目を挙げてる。この男が9勝を挙げてるのはただ打線の援護があるからでしかないんだぞ。防御率だって 4.38。 内容自体も良くないしね。ヒットは4本で抑えてるけど、フォアボール6個と藤浪らしい投球でチャンスはめちゃくちゃ作っとんのよこっちは。でもそこからの一打が出ないし、打線のつながりっていうのが一切なかったですね。ランナー出てはそれを潰して、ランナー出てはそれを潰してって感じで、せっかくこれだけのチャンスを与えてくれてんの、そこから得点を取れないのはやっぱ強打がいないから、繰り返しそこに戻ってしまうね。こんな無様な負け方しちゃったら。 A クラスの横浜とのゲーム差が広がりましたね。その分阪神とのゲーム差は変わらず、逆に縮まった感じもしますよ。阪神が横浜負け取るから、いやでも3位とのゲーム差広がったら意味ないやん。残すゲーム機会が限られとる中さ、そら勝ち越しは難しい結果っていうのは分かってたけど、ダルビッシュから3点取った流れの翌日藤浪だよ。普通取れるだろってとこ取れないんだから、もうこういうところで
勝ちきれないチームが弱いんすよ、結局は。で、ヤクルトの趣味が全治約1ヶ月の鎖骨骨折。これはありがたいことですね。もうこの後の戦い使えないじゃないですか。ヤクルト戦自体まだまだ残ってますから、この男がいないのはうちにとってかなり有利。残りゲームも22試合と少なくなっていってます。そして大正義巨人軍戦のカードも残すは1カードしか残ってません。この先に行われる9月9日から始まる2連戦。これがこのチームとの最後の戦い。これから A クラス浮上を目指すにおいてはもうどのチームにも負けられないので、また次回戦う際は当然勝ち、あとは A クラスにいるチームとの直接対決、これからまだまだ残っていて、この後阪神戦直接対決があるので、結果次第では阪神とのゲーム差縮めることもできるし、同時進行で横浜がヤクルト相手に負けてくれるのであれば、チャンスもまた見えてくる。とにかくまだまだ可能性が残ってるのであれば、その可能性を信じ目指し戦っていく。興味があるのであれば、残り少なくなってはきてますが、引き続き見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。